認知だ。塩の天文ただいま祭りでございます。怖い。あ、大丈夫。久し立て日差しの建物にやかね、こういう感じなんだよね。たけびさしで日射を遮る。今日はね、土曜日だからあんまり賑やかじゃないんだよな。これで目抜き通りを抜けました。ちょっと裏道入ってみましょう。この先も面白そうだな。行ってみましょうかね。これね、今ね、目抜き通りの延長、人通りはね少なくなったけど、商店街は続いてる。ほらね、見えないかな。この穴開きブロックの建物。暗いな。でも商店街的にはここで終わりかな。そこのなんか二股みたいになってるとこまで歩きましょうか。ここね、有名なね、有名なお店、演奏をやってくれる、満席だって。ゴーヤ、並んでるね。ここで一応ね、商店街抜けましたよ。裏入ってみましょう。こんな楽屋、この辺も商店街の外れなんだけど、まあ土曜日だし夜だから店は閉まってるけど、一応店なんだろうね。真っ暗真っ暗。
抜き通りの、目抜き通り、さっき歩いてきた目抜き通りの一本、どっち行ったら西側って言ったらいいかな、この通りなんだけど、やっぱりね、飲食店があるんだな。青森菊の土、ね、こういう風に並んどるわけですよ。菊の土いいよね、本当うまいよね菊の土ね。ちょっとこじゃれた寿司屋さんなんかもあって、民宿七福荘。お、なんかまた静かになっちゃったな。またこの花ブロックだらけのこのビル、すごいじゃん、綺麗綺麗。はい。どんどんこう空き地が増えてるから建て替えるのかな。今ね、宮古島はバブル、宮古島バブルって言って、すごくね、にぎわってるんですよ。島の外から投資がされてね、また目抜き通りに戻ったんだけど、こっからあのね、港の方に行きます。港の方に行って県道を越えるとね、まあ、いわゆる遊郭っていうかな、飲み屋街、クラブ街、スナック街、キャバクラ街という町に入ります。でもそれなりにあるね。まあ、ホテルがあってね、何があるじゃないですか、ナイトラウンジスバル、うん、ナイトインクリスタル、そうそう、有利ですよ。ドアな、ちょっと今日はダメだな、今日はね寂しい。これね、これクラブビルなんだけど、これクラブビル、こっから、今日はダメだね真っ暗で見えないでしょ。向かいね、スナックサチなんていうのがあるんだけどさ、これはちょっとダメだな。今日はね土曜日だから無理だな。ナイトインあかり、ナイトイン明かりですよ。あ、でもだんだんこうあれかな、あのだんだんねネオンがねつき始めてる。このちょいわる食堂っていうのはさっきここでねそば食いました、ラーメン食いました、ソーキそば。
それやっぱり足りないな、ネオンがな。カラオケなんていうものこれ、読みません。うわもう真っ暗だな。この辺もスナックがいっぱい並んでますよ。こんな街がねずっとね港まで続いてるんだ。お、セメントガールの民家発見ですわ。ほらありますね。あ、ちょろちょろとこういうフードバー、これなんかヤギ料理、宮古そば、ステーキ定食、大体ね、ヤギ、宮古そば、ステーキ、ね、これ真っ暗だけど、ここもね、あの周りにはね、店がありますよ。こうやってますな。スナック凱旋。猫がいる。カラオケパブ愛。カラオケパブ。ホーネン。カラオケハウスオーロラ。